台湾鉄路管理局 DR2800 型機動車は台湾鉄路管理局の機動車である。木と巡る線の開通、ラン線複線化と花東線の改め機工事完成に合わせて大鉄が輸入したディーゼルカーであり、日本の東急車両製造で製造され、非電化区間の東部幹線にて最優等列車である自強号に運用されている。台湾鉄路管理局では、 対等線と接続させるために、1980年代に北海線を延伸開業させるなどして、東武幹線として整備を進めていたが、西武幹線には電車による実況号が運行されていたのに対し、東武幹線の優等列車としては、ディーゼル機関車が牽引する客車列車、巨工号や、1966年に東急車両で製造された、 dr2700 型による芝大会を運行していた。虚構法は空調付きで、車内設備は優れているものの、客車列車で速度は遅く、一方、芝大会は、速いが比例棒であり、西部幹線と比較すると、接客設備は見劣りするものであった。一方、東部幹線のうち、期間が 762mm であった対等線については、 期間汚染 67mm へ改めきするなどの工事を行っており、1982年7月までに完了した。この改良を機に、東武艦船に自強号を運行する計画が立てられ、DR2700 型の使用実績をもとに登場したのが本形式である。DR2800 型は、両端に動力者である DR2800 型の間に、 電源用発電機を装備した付随車である DR2850 型を連結した3両編成を1ユニットとし、最大で5ユニットを連結した15両で運行される。東急車両製造の製造名板とバッド車のライセンスプレート高鳴り発鉄交渉の名板系改色をまとった正面部分湿度の高い台湾の機構でも腐食しないように車体はステンレス製としたが、 前面は遠方からの識別を容易にするために警戒色塗装とし、この塗装を車両側面の窓の上下に回り込ませることでアクセントとした。前消灯は旋回式で列車運行中は常に点灯させることとした。客用扉は片側一箇所で手動式の折り戸としている。運行開始当初はタブレット閉塞の区間が残っていたため、 運転室のタブレットバンパーとして干渉材を取り付けた。DR2800 型では、電車、自強号と同等かそれ以上の接客設備とすることとした。座席は、回転式、リクライニングシートを採用。座席のオモケットは3色を使い分けている。客室内に立ち上がるラジエーターの配管とエンジンの排気管の箇所については、これらのカバーを兼ねて、 活動門と称する円形の仕切りを設けた。なお、腐食防止のため、内装部品にもステンレスが多用されている。営業運行ではスチュワーデスが乗務するため、各車両にはスチュワーデスの控室が設けられているほか、各車両に吸着が設置された。空調装置は、客室内に機器室を設け、その中に台湾製の床置き型空調装置を設置した。 運転台エンジンは、走行用、発電用とも過図製、NT855R の水平型を採用し、各車両に1機ずつ搭載した。車両で使用する電力は、すべて DR2850 型の発電用エンジンによって駆動する発電機によって供給される。供給する電源は、空調用の3章、交流 440V、蛍光灯、 換気扇などに使用される交流1 0 0ト制御電源や蓄電池には直流2 4トで6両分の給電能力を有する。エンジン冷却用のラジエーターは屋根状に設けられた。冷却ファンは油圧モーターによって駆動し、冷却水の温度によって回転数が自動的に制御される。台車は等急車両製造の車体直結式。 空気バネ台車である TS124 型で基礎ブレーキ装置は両家会式である。なお、本形式は大鉄のディーゼルカーで初の空気バネ式台車を採用した車両でもある。DR2800 型は全車両が可燃機無断に配置され、1982年6月1日より台北駅可レン営機関の自強法において運行が開始された。 それまで台北とカレンを結ぶ列車は、台合と区間がこの区間をノンストップで結んでおり、6月1日から自強号に格上げとなり、所要時間3時間15分で結んだ。同年9月30日よりにはスピードアップを主体としたダイヤ改正が行われ、自強号の運転区間は台東駅まで延長され、台北と台東を6時間13分で結んだ。これにより、 台北と台東は鉄道による日帰りが可能となった。また、台北とカレンの間では5駅に停車するようになったが、所要時間は変わらなかった。DR2800 型はそれまでの車両と比較しても、高性能で加速性能が優れているためしばしば交換可能駅で装着となり、運転停車することも多かったという。 最初に10編成が輸入されたが需要に応じきれず、1984年に、さらに5編成を購入、計15編成45両となった。現在も依然として、東戦時競合の主力として運用されているが、車両の陳腐化が進む前に、高成発鉄交渉にて一連の更新工事を受け、DR3100 型と同等の発動機に、換装されている。ありがとうございます。